でしたら私が取りましょうか。はい、ええ、どうぞ。ちょうだい、それ。二人とも何話してるの？撮ってた、監督が。では、それがラストショットということで。最後じゃないよ。監督、ひななたちと撮ってないよね。うん、そうだね。あはあ、じゃあ5人で撮ろう。ありがとうございます。あの監督さんが真ん中で。笑って、
監督。ねえトール先輩、昨日の晩ご飯何食べた？え、あサンラータントマトチーズラーメン。またこの前はサンラータントマトラーメンだったよね。チーズが足されてる。ねえ、それってどんな味なの？酸っぱうまい。締めはリゾット。なんか美味しそう。今度ママに作ってもらおう。今日も作るって言ってた。食べる？みんなも。うん、食べたい。オッケー、しとく。連絡。お腹いっぱい。すごいボリュームだったね。サンラータントマトチーズラーメンかきたまトッピング、麺が見えないくらい乗ってたよね。からの締めのリゾット。でも美味しかった。ごちそうさますっごく美味しかったんだけど、口の中がなんか酸っぱい感じする。ひなな、デザート買いにコンビニ行ってこよう。は？お口直しってこと？うん、考えるだけで口から出そう。それならまどか先輩は留守番してれば。ひななは今食べたいし、それで太っちゃってもひななは可愛いままだと思う。ご自由に。私は行こうかな。トールちゃんとまどかちゃんはどうする？行く。あはー、それじゃあ出発。寒。本当だね。あ、私カイロ持ってるよ。使う？でもちょっとぬるいかな。貸して。うん。ぬるい。ほとんど小糸のぬくもり。やっぱりごめんね、まどかちゃん。でも借りる。ありがとう。うん。ねえトール先輩は何食べる？ひななはね、レモンのアイスがいいな。シャーベットのやつ。酸っぱいじゃん、また。ああ、ほんとだ。でもいいね、そういうの。